ただいま。ふう、疲れたわ。お姉ちゃん、おかえり。あら、小読み。ねえ、この前言ってた漫画の話ってどうなったの？現在、対応を試案中よ。ふーん、言い出しにくい時は口が滑らかになった後に相談しに行くといいよ。それ、本当かしら？でも、口が滑らかになった後って普通大変でしょ？夜も寝れなくならない？それ、お姉ちゃんだけだよ。ところで、この前の中国の小読みの話で面白い話とかない？面白いかは別にして、まああるわ。じゃあ、まずは使えるネタとかないかな？これかな。前巻の対処歴と芝線に関する話なの。正月と年始を一致させた、この怪歴の責任者の一人が芝線よ。ところが、芝線の式の中に一見対処歴に見えて、別の小読みが掲載されてるの。これは採用されなかった芝線の小読みとされてるわ。責任者なのに採用されなかったの、相当悔しかったんだろうね。他にもネタとして使えるのある？他には、豪雨の小読みかしら。秦を滅ぼし聖祖の覇王となった豪雨の小読みは、他よりも1ヶ月遅れてた説があるわ。これは、単純にウルーズキを入れるタイミングを変えただけで、いずれ他の小読みと同期するのか、それとも、何か意図があって改暦したのか不明なの。結局次のウルーズキを入れるタイミングの前に豪雨は滅んだから、検証できてないわ。聖祖の覇王だからか、単なる樹脂だからか。これ小説の題材になりそうだね。さて、ここから少し真面目な補足をするわ。まずは、陰のウルーズキのことなの。陰は、確か季節の変化を見て暦を決めてたんだよね。そう。陰代はきちんとした天体観測技術がなかったので正確性に欠けてたわ。このため、14月が存在するの。聖宗でも、14月と書いたものが見つかってるから、何か再生上の理由があった可能性もあるけど、詳しくは不明よ。うっかりウルーズキの挿入を忘れてた辻褄合わせだったりして。次は、剣士や剣陰についてなの。これは夕方に北斗七星が見え始めた時、北天のどの位置にあるかというものよ。それで、この北斗七星の位置は歳差運動で少しずつ移動してるのだけど、この移動を王朝の変遷になぞらえたのが、火星、陰星、周星なの。つまり、当時の時の北斗七星の位置よ。ほう、実際そうだったの？歳差運動で30度動くのに、2000年以上かかるから、まあ、単なる想像上の産物なの。次は、前巻末の三頭歴を作った勇金よ。勇金って確か、前にお姉ちゃんが、本来別物だった陸書に、自身の同時法をねじ込んだ疑いがあるって言ってた人だよね。その通り。前巻末期の学者で、宮中の図書の皇帝をしたことで知られた人物なの。だから、そもそも漢字の陸書の出典となった襲来すら改ざんした説もあるぐらいよ。他にも秘書、春秋の注釈書のうち、勇金が最も優れてると評価した差し伝があるわ。これは、五巻でも学者の基本文献になったのだけど、実質偽作と言えるぐらい、勇金が改変したとも言われてるの。この人、自説を広げるためには何でもありだったってこと？他にも五葉に五葉創生説を加えたり、音響や土曜光にも独自理論を展開したりして、長らく中国の規範となったわ。そして、理想の世界を実現するため、一族でありながら、皇帝をも売り飛ばしたの。王毛の帝位三奪にあたっての理論武装に協力したわ。そうして人々が無意識のうちに、自身の音、形、文字、思想、変遷、そして天文と生活のリズムの中で生きる、まさしく、調和の取れた世界を作り出そうとしたのが勇金なの。めっちゃヤバいやつじゃん。こんなの漫画かアニメの悪のカリスマ博士キャラじゃん。それは知らないけど、三頭歴は、彼が美しいと考える調和が取れた世界に変えるためのものだったのは間違いないわ。そしてこの考えが、東洋の精度の高い暦を作り続ける原動力となったの。東洋の暦の歴史は、たった一人のヤバい奴の影響が大きいんだ。そう思うと、お姉ちゃんの根拠のない自説が可愛く見えるよ。私の話はいいの。次は、古代の遠いの暦の話よ。記事からいくつか紹介するわ。まず、冬は陰性なの。高栗和義の10月を正月としてたから、新や前巻と同じ戦力歴よ。東翼祖は高栗と似てるとされてるから、おそらく同じなの。Y は、10月に天を祀るとだけで、正月かわからないけど、Y は高栗と同系統とされてるから、おそらくこちらも同じよ。これを見ると、南満州から半島北部の諸部族は、義の10月、冬の始まりあたりに新年が来てたということか。あと、半島南部の三巻は、具体的な記述はないけど、義の5月に種まきの行事があって、10月頃に収穫祭をしてたわ。おそらく和人と同様に、春と秋ぐらいしかなかったということなの。落郎軍とかと長期にわたって接してて、本当に暦はなかったのかな？
あと、木の5月って、大体夏至の時期だよね。種まきするには遅い気がするけど。多分二十四節気の芒種に当たるから、のぎを巻いてたのではないかと思うわ。最後に、時間の都合上紹介しきれなかったインド暦の説明よ。インド暦は、ペルシャからの知識も早くから入ってて、時代、地域によって太陽暦だったり太陰太陽暦だったりとかなり異なるわ。そこで作られたのが、1957年のインド国定暦なの。これは、グレゴリオ暦3月22日をチャイトラズツ1日として、2月から6月を31日、それ以外を30日としたものよ。これって、この前話してくれたイラン太陽暦と似てるね。そうね。ちなみにインドでは旧暦正月の祭りが今でも盛大に行われてるわ。そのうちの一つは、満月の日を新年とするものなの。確か、古代ローマの最初の暦が、満月の日からとか何かあったね。陰陽五族関連で何かあるかもしれないけど、そこはわからなかったわ。あと、お姉ちゃんの説明で疑問に思ったところがあるんだけど、いいかな？はい、どうぞ。まず、一つ目の質問。王朝ごとに暦って変わってたの？漢代以降ならこんな感じで、宋の改暦が特に多いわ。宋より前は頻繁に暦が変わってたんだね。現代以降観測精度がいかに向上してきたかがわかると思うの。じゃあ、次の質問。黄巾党の乱のフレーズ、蒼天すでに死す、黄天まさに立つべし、和御用説由来？それは諸説あって、何とも言えないわ。漢王朝は家督とされ、色は赤だからなの。へぇ、すると他にどんな説があるの？儒教の漢と道教の黄巾党との対比説があって、儒教の天の神は蒼天、道教の天の神は黄帝、すなわち黄天というものよ。結構有名なのに意外とわからないものなんだね。あと、ついでにだけど、お姉ちゃん的に根拠のない自説とかあったら聞いておくけど。え、いいの？うん、いいよ。気づきということで、二つだけ挙げておくわ。じゃあ、簡潔にね。では、一つ目は始皇帝がどうして10月に年始を置いたかよ。一応、火炎宗循環論での火星の維持と、北斗七星がいずれ見外月に来ることを想定したハイブリッドというのが有力よ。これに加えて、始皇帝は御用説の推測を重視してたわ。火水木金土が愛勝とか愛生まれるとかいう中二が大好きな設定だよね。え、あ、うん。水徳である冬の始まりの立冬が近い月であること、この見外月の害が水徳であることも関係してるのかなと思ったわ。火炎宗循環論と御用説のいいとこ取りをしようと考えたということかな。多分。じゃあもう一つの説は？二つ目は、終生に関わる疑問なの。五六暦は戦国時代以降に整理され、古の国々の名を冠しただけで、本当の終や陰の暦ではないわ。ただ、露暦が途中から陰性から終生に変わったように、陰性や終生が存在したのは事実なの。つまり、終生の使用は春秋時代からとなるわ。実際に、14月の命がある青銅器が春秋時代前期頃まで見つかってて、天体観測技術が低く、メトン周期に基づく暦がなかったことを裏付けてるわ。じゃあ、切り替わったのはいつ頃なの？周暦は作誕当時と関連してるから、露暦であれば紀元前595年頃採用とされてるわ。露って紀元前660年頃に終生になったんじゃないの？そう、それで、そこからが疑問なの。一応作の時刻も揃う76年周期のカリポス周期が発見されてたとすると、紀元前595年頃から76年遡ると、ちょうど紀元前670年頃になるわ。そしてこの頃終室は剣にすら形骸化し始めた時期なの。四季に紀元前626年秋王ルー3月というのがあって、終生だけど春分年始とするちぐはぐな暦があったわ。だとすると、疑問なのは、陰性だった秋の暦を終生に変えたのは誰か、古き秋を理想とする孔子が暦についてどう思ったのか、春秋五波の最初である際の観光には、日食に慌てる逸話があることとの関わりは、といろいろ疑問が出てくるわけで、整理できなかったわ。残念だったね。お姉ちゃん、最後まで説明できて気が済んだ？結構長く話したね。さっさと着替えてきなよ。うん、そうするわ。では、また後でね。はい。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。